今先ほど宇都宮さん、お話しになりましたが、知事選といえばもう昔のような山口県知事選に絡まれて、まあ、惜しくも敗れたんですが、そのおかげで、できることが実はいいことがあって、一つは宇都宮さんの都知事選を応援できます。で、全面的に応援して、東京都で本物の脱原発知事が生まれたら都民投票をして、みんなの力をちゃんと脱原発を示せば、そして今度は国全体の脱原発が決まりますので、まず宇都宮さんを絶対に勝たせましょう。絶対に勝たせましょう。それから来るべき衆議院選は、本物の口だけ脱原発じゃなくて、本物の脱原発候補を絶対にみんなで勝たせましょう。で、そして必ず脱原発を勝ち取って、今回は TPP でもなく消費税でもなく脱原発で政治を変えていきましょう。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。はい、いるまでありがとうございました。いつも笑顔な。